はい、皆さんこんにちは、あちでございます。チンケイさんの三国志10パート34ですね、やっていきたいと思います。本当にね、膠着状態というかね、平和な状態になっちゃいましたね。ある種ね、ある種平和な状態になりすぎましたので、なかなか動かないですね。あ、黄砂さんが来ましたね。ということはこれ初対面ですね。今後ともよしなに、よしなにね、よしなにでなんか政治がうまいこと言ったらいいことないんですけどね。陽峰さん、東洋が失敗しました。仕方がないです。賞罰もないか、結構みんな相性がねいいんですね。さあ誰でしょう。ここまで来たら計略仕掛けてみよっか。流言かましてみましょうかね。圧力48か。あ、誰にかますか、誰にかますかか。これ流言はそうなんのか、やっぱ流言だね。あのね、昔ね、あの昔の三国志でね、何でしたっけ、埋伏じゃないわ、あの大衆を独立させるやつね、あれ諸葛亮ぐらいだと笑いが止まらなかったんですよね。成功しまくってね、もうあの本当にね、あの中華の大陸がむちゃくちゃカラフルにできるんですよね。もう君主ばっかり乱立しちゃってね、そういう遊びをしてた時もありましたね。もうそのコマンドないんですよね。なんとかなんだっけな、クコドンロウの刑だっけ、なんかそんなのありましたよね。そんなような気がせんでもないですけど、ちょっとうろ覚えです、ごめんなさい。じゃあね、ちょっと流言をね誰、40なんぼの人で流暢配下がいいですね、できればね。流暢弱体化させたいけどできなさそうなので、一回戻ってですね、調和しましょうか。諜報活動ね、対象都市地図で選びましょう。生徒講習はある程度分かってるんですね。あー多いなー、切り崩せないわこれ。指導してみましょうか。はい、ちょっと行ってくださいと。で私はですね、さてちょっと生徒まで行ってみましょうかね。止まれ、ここを通るんだったら可能意的なって、南蛮野党っていうのが出てきましたね。そんなもん狼烙しかないよね、これでね。わしの話を聞いてかんせんかでね。そうですね、真剣勝負じゃ行くぞと。かなり何なのこの判で。まあ相手の能力こんなんですからね、負けないとは思うんですけども。おお、9持ってやがった。8で行くか。おお、ちょっと集中で、あ、でもあんまり集中ができないのか。おお、来るね。お、なんだい、本当に野党なのかい。再考しましょうか。これじゃ勝てそうないですもんね。あ、相手のね、知力魅力が低いのでね、押されたところでね大してへこまないので、ちょっと集中入れちゃいましょう。でこれで押しちゃいましょうね。ドカーンと押せますんでね。これで負けたらね、あ、これ面白いかもしんない。どう来るかな。負けるでしょ、押されるでしょ、これポチッとで揃うでしょ。あ、来た。おお。で次ショーなのでね。あ、ショーは逆に負けるかな。これか。あ、これか。定規7。なんか定規ってね、整うと押されそうな気がするんですよね。いっちゃいましょう。ね、相手小さいの得意だな。
取れ来ると揃うでしょ。あ、来たわ。おお。わかんない。やられる気がしたんだけどね。はい、勝ちましたね。これ勝ったらどうなるのかな。そういうことか。分かった。さっさと取るんだよ。あ、納得してくれました。またローラクね。お勤めご苦労ではない、怪しいものではない、実はということでね。これ結構敵強いんですよね。またハンデが。まさか健康状態とかあんのかな。まあこれでとりあえず押していきますね。で、集中が3しかないで、あ、これはもうゴリ押しできそうですね。もうこれゴリ押しできますね。77なんでね。あと定規の7があるでしょ。あ、道理の8入ってきた。これはもう、あらららら。あらららららら。ありゃりゃ。ありゃりゃ。ありゃりゃ。ちょっと押されましたね。というわけだから、おお。なんだ？あの、アイキャッチみたいなのが入ったのは一体何だったんでしょうね。上起動してみる？なんか向こう強いですもんね。でこうなって揃ってどっち？あ、来た。おお、ギャフンって言わしましたよ。ああ、もう将だったらね、この並び方がね。ああ、敵もなかなかやりますね。で2で勝ったでしょ、これで。お、3でどう？あ、勝ったね。実況を始めた誰、ソフィオさんで始めた頃に比べるとちょっとなんか分かってきたような気がしますね。さて、生徒はね、でかい町なのでね、あ、霊峰さんがいますね。普通に会話できるんですね。関係は悪いんですけどね。弊社に霊峰さんがいると。弊社。まあ、この人は部の人ですよね。弊社？あ、これか。ね。霊峰さんを発見しました。わ、武力82もあんのか、この人。ねえ、あんま大した、あれはなかったと思うんです。ああ、病気になっちゃった。会話しときましょうかね。見つけて帰るだけにする。あ、農地に王侯さんがいます。うん、もう見つけて帰るだけにしましょうか。あ、王侯さん発見しましたよ。この人ね、平均値ですね。今しばらく。さあ、他いないかな。トンジョ超欲、あ、超欲いいんですよね。私記憶ありますわ。食のね、人ですよね。あれ、どこに今のセリフで忘れちゃった。あ、トンジョか。超力欲しいな。お、超人いた。あ、来ないかい。お、来たね。この人ね、結構能力いいんですよ。で70、ほぼ平均70超えてるでしょ。だもんでね。さあ、私はこれで急いで帰ってね、ちょっと、あ、もういいです、いいですよ。あ、失敗いいですよ。もうあの見っけた3人をね、なんとかゲットしたい。情報に失敗したか。さあ、あと1回自宅に帰って、まあ、陳情2つも溜まってますね。任務報告いいです、いいですもん。あの、さっきね、東洋でね、あ、その前に、処罰ないね。東洋でね、よいしょ。あら？おお、ちょっと待って、これ、そういうこと言うの？
いわゆるあれですね、いわゆるくっそーっていうところですね。いわゆるあれですね。あ、ちょっと話をね整理しますね。いわゆるっていうのは重宝してなかったということなんですね。まず一つがね、まず一つがあの生徒を重宝してなかったので在野の武将が出てこなかったという話なんですね。見つけたね。でとうとう来ちゃったか、陳慶さんね、我が命運もここまでのようじゃなということで、今週の陳慶さんお亡くなりになりました。ああ、プレイを継続させることも意思を継がせますか。そうですね。さあ、誰に継がせるかですね。能力値で見ると、年はいくつかないのよね。ああ、新光さんと定見さんしかいないよね。どっちも文官ですね。ちょっとね、新郎さんやめときましょう。年ですね。おお、みんないい年じゃん。56はきついなと、まあ寿命だけどね。定見さんね、一応継がせましょう。なぜ先に行ったのだ兄上、残る私にできるのは兄上と待望を果たすことだけだと。遺品が届いておりますと。はい、新たな国でございますと。親密が後継者に、決まりました。これを認めない場合は野に下ることになりますが、認めますか。誰、あ、はいはい、今私後継者を定見さんに決めたんですね。で、プレイヤーの後継者は定見さんに決めたんですけども、国の後継者は親密さんになっちゃったっていうことですよね。これね、これ私が選べなかったんですよね多分ね。選んじゃったのかな。あとでちょっと動画見て確認しよう。そういうことですね。これを認めない場合は野に下ることになりますが、認めますか。認めましょうね。となることもあるんですね。ということは私は君主じゃなくなりましたね。ああ、てっきり後継が、プレイヤーとして後継がせるとね、そのまま君主になると思ってました。定見さんね、確かあれですね、位がね、誰？新光さんよりもね、低かったんですよね。私、年齢で選びましたのでね。そういうことか。君主から一気にプレイヤーに落ちちゃいました。書状が届いてます。たまには顔を見せに来るように。あ、この二人も義兄弟なんや。おお、ちょっと待って、私は義兄弟何人いるんだい。私は義兄弟何人いるんだろう。自分これ見てもダメなんだよね。もっと細かいのを見ないとダメですね。ね。ああ、皆さん面識になっちゃった。となると、ああ、これ見たらダメ。一覧見ないとね。ああ、しかし、行っちゃいましたね。大往生ですよ。陳慶さんね。大往生ですね。私、士官が、士官15年。まあ、ご品官ですね。あとはここからまた下っ端の人生が続くんですね。またそっか、そういうことか。ほい、いや私ね、これで何見ようかなと思うと、義兄弟見たかったんですけど、義兄弟見れないのかい。一騎絶戦称号紙幣、あ、見れないな。誰が義兄弟なのかちょっと見れないですね。どっかで別で見れるのかな。自分で見れるのかな。いや見れないよね。
アイテム、うん、経験見ても仕方ないんでね。そうですよね。ね、うん、うんですね。親密名声、ああこれあれか、対自分っていう意味だから、これ自分だから出ないんですよね。ね、この人ですね。ああ和睦の使者になったのか。張飛の首届けたんですね。ああなんかやる人張飛絡みの人多いな。成松と定家さん、私の所属の国は県根なんですね。たまには顔見せろよって言われましたのでね。お、理解が栄翔の大衆、あだいぶ動きましたね。ということは君主さんどこ行ったのかな。まあいいか。受けてる命令はないので、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。特技、あ特技でもしゃあないね。感触全部署、全都市拠点、自勢力、都市部署、あやっぱり義兄弟出てこないな。なんかで見えたような気がしたんだけど、まあいいでしょう。じゃあね、ちょっと君、ね、我が君がね、おいでって言ってるんでね。てか我が君どこにいるんだ。ここか、あここかな。いや県内自分のとこでしょ。ん、我が君どこにいるんだ。雲南かな。あ雲南に行こう。さあ雲南に入ります。長い君主生活でしたけどね。義兄弟、徳宗っていうのかな。いやどこによってお前の顔が見たかったんだ。これね、孫作さんに当たりられましたね。おプレゼントだ。で私は機関ですね。特に命令もいただいてません。おちょっと時間きましたね。今回はほぼ神経さんの遺言じゃないわ、引き継ぎね引き継ぎイベントで終わっちゃいましたような気がします。これ今最後ですね。陳慶さんで三国志展ですね。パート、34になりました。34で陳慶さん行っちゃいましたね。お星様になっちゃいました。次回からは定慶さんでねやりますんで、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。